はい、どうも、名古屋の実行チャンネルをご覧の皆さん、どうも、実況の井ノ口です。どうも、こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、学研入コース、中学国語問題集になります。これ、問題集と参考書あるので、間違えて購入しないようにね。この教材、めちゃくちゃいいシリーズになります。そして、国語。僕、国語は実は初めて見ました。もうね、なんで国語を買わないかっていう理由は、一つは、もう定期テスト対策にあまりならないんですよね。だからなるべく定期テスト用対策にならないような教材っていうのを買っても、まあ、生徒たちに勧めることもできないので、なのであんまり買わないんですよね。だから国語に関してはもう学校のテキストだったりとか、まあ、ワークだったりとか、あとは教科書読んでっていう対策、あとはまあ教科書ワークとか教科書トレーニングみたいな、そういった問題集も出てるので、そういったものを買ってやった方がいいよっていうぐらいにしか進めないんですよ。ただ他の教科に関してはめちゃくちゃ良かったりとかするんで、なんでこの教材買った方がいいよ、この教材買った方がいいよっていうのを進めれるような、そういった入コース教材になります。めちゃくちゃいい教材です。その中で国語なのでどうなのかっていうのがちょっとね、気になるところですよね。もし興味ある方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントだったりとか、ブログでね、参考書、問題集紹介してますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、じゃあ紹介していきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、復習用。基本的には定期テスト用教材かなと思います。まあ、復習用だったりとかでもいいかなと思います。なんでかって言いますと、これがですね、まあ、目次を今見てるんですけども、一つは文法。あとは、まあ、古文漢文っていうのがあったりとかします。いわゆるこれはね、読解問題ではなくて、まあ、文法問題集、あとは古典とか漢文とかの対策用教材って感じですね。で、学校教材の演習するっていうものがあまりないんですよ。なのでこういった教材1冊買っておいて、まあ、練習用っていうのを使ってもいいかなと思います。ただ文法もね、学校ワークから多分出たりとかするので、わざわざこういった問題集からやった方がいいかっていうのはちょっと謎だったりとかします。かといって、じゃあ受験でも使えるかっていうと、文法はね、一応ね、使えたりとかするかなと思いますね。漢文古文はね、まあやっぱり受験用教材の漢文古文とかをやった方がいいんじゃないかなっていうのは個人的には思います。っていうのは、まあ県によって古文の出し方、漢文の出し方って違うんですけども、愛知県っていうその県はね、ちょっと古文の出し方が変わってたりとかするので、なのでそれから考えるとちょっと傾向が違うかなと思うし、それは受験用教材でも傾向が違ってたりとかするので、どうなんかなっていうところがやっぱ気になりますね。ピンポイントでこの教材は定期テスト用ですとか、まあ、受験用ですよっていうのが国語はね、非常に言いにくいんですよね。ただ学校の定期テスト用対策何していいか分かんないっていう方、そして文法教材もうちょっと欲しいなっていう方、古文漢文も少しやりたいなっていうのは、これ1冊でまとまってるので、まあ、そういった意味ではいい教材ではないでしょうか。レベルに関しても非常に使いやすいレベルを選んでくれてますし、まあ、問題も厳選してくれてるので悪い教材では全然ないです。ただ国語というやっぱ教科に関してっていうのは非常に扱いにくい、そういった定期テスト対策はね、まあ、扱いにくい教科になってますので、この教材を買って、まあ、定期テスト対策がバッチリっていう形にはなりにくいかなと思います。ここら辺はね、ぜひ参考にしてほしいなっていう部分になります。もしね、参考になったって方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントだったりとか、ブログもぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。